が暮れちまったのか。はぁ、おでこ熱いです。目がかすんでます。頑張ったな、二人とも。今日は宿屋に戻って休憩するとしよう。そうですね。もう閉館時間ですし、今晩中に他の書家も探しておきますね。ヨハンさんも今日は。で、ヨハンさんがいない？おお、そういえば。あ、では、私が探してこよう。きっとどこかで集中して考察を。大丈夫か？どこにいるんだ、ヨハン殿。はぁ、なんか今度は笑ってるぞ。ん？この響き、あぁ、まさか。このヨハンさん。わぁ、目が輝いてやがる。本当に好奇心旺盛すぎるやつだぜ。さあ、もう出よう、ヨハン殿。この書庫は立ち入り禁止だそうだ。アルシャに迷惑がかかってしまうぞ。立ち入り禁止？それはもったいないですよ、宝の山なのに。だからこそですよ。ここの本は訳ありなものばかりで、閲覧には国王様の許可が必要なんです。おかしいな、厳重に施錠していたはずなのに。僕は古代遺跡をめぐる民族学者ですよ。ただの厳重な施錠なんて朝飯前です。おいおい、他の民族学者に怒られるぞ、お前。ルリア、どうしたんだ、ぼんやりして。うん、なんだかあの棚の一番上が。棚の一番上？あのボロボロの紙束が気になるのか？ふん。ルリアさんの尋常でない感知状態と、英知の伝道に秘められた謎の趣向か。ふん。よいしょっと。わあ！勝手に触ったらダメですってば！ああ、すみません。でも、この趣向は大丈夫ですよ。見た目ほど古い時代のものでは。ヨハンさん、その紙は一体何なんですか？大発見です。天才は日記か備忘録か。筆に聖少女の体液を。この図、記号、挿絵、まさに四大元素についての記載ですよ。指揮者のみ知る星の民の紋章も加えてね。四大元素だと？それに星の民ということは。なんな、なんて書いてあるんだよ。はい、少々お時間を。不思議な文字列が混在していて。あ、この表記方法は。わかりました、この本を参考に。書の聖少女、世界を管理する存在だって。白空戦争よりはるか昔、約2000年前でしょうか。星の民による占領時代の出来事です。一定の侵略を完了した星の民は、空の世界を完璧に管理するため、自立型の管理機構を作ったそうです。その秘蔵物こそ原初の聖少獣たち。元素一つに至るまで完璧に司るもの。私たちの知る聖少獣よりはるかに高位の存在のようですね。だが、原初の聖少獣、そんな話一度も聞いたことがないぞ。ええ、理由は不明ですが、その大半は白空戦争より以前に痕跡ごと姿を消したみたいです。じゃあ、その原初の
原初獣はもういないってことなのか？原初獣。あ、でも4体は生き残っているかと。4体？あ、四大元素。この思考は現代語なので、数十年以内に書かれたものですが、こんな記載がありました。原初の星小獣の中でも、特定の一群は、天使と呼ばれ、さらに、四大元素を司る者たちは、皆一様に美しい羽を携えており、四大天使と呼び習わされていた。四大天使は大気に同化する形で、今なお、全空に普遍的に存在している。